継子女王は、日本の皇族。お印ししは萩。三位は女王。継承は殿下。君党は、法官母丹ん高窓の宮の人親王と、同妃、久子の第一女子。大正天皇のひ孫、徳人の最重枚にあたる。妹に、千下の子と、森谷彩子がいる。学位は学士。お印ししに選ばれた萩祖母の高人親王妃ゆり子が。 総裁を務める社会福祉法人恩師、財団母子愛育会総合母子保健センター愛育、病院にて誕生した。小東幼稚園に通い、学習院初等科、女子中等科、女子高等科を経て、学習院女子大学国際文化交流学部に入学する。2004年4月13日から犯罪心理学などを学ぶために、イギリスのエディンバラ大学へ留学した。 エディンバラ大学留学前からホームステイしながら語学研修を行っていた。エディンバラ大学の勧めもあり、2005年3月に学習委員女子大学を退学して、エディンバラ大学人文科学社会学部に本科生として入学。2006年3月8日に青年を迎え、天皇明人から法官母短章を賜った。以後、青年皇族として、 宮中行事や祭祀に出席している。2006年、ルクセンブルクのアンリ大公とマリア・テレサ大公妃の銀婚式の記念に対しての祝辞で、次ぐ子女王が皇族の代表をした。2008年7月1日にエディンバラ大学を中退してイギリスから日本に帰国した。2008年、米経在史、フォーブスが特集した20人の最もチ位は会。 王族たちの15番目に受けた回り子女王が選ばれた。これは、若い未婚の王族の中から、王室の所有財産だけでなく、国際的なインターネットやメディアでの影響力も視野に入れたランキングであった。2008年9月21日に、早稲田大学国際教養学部に編入学ではなく、1年生として入学した。青年皇族としての公務及び公的活動としては、 2011年5月、母、のりひとしんのうひ、ひさこ殿下と共に、東日本大震災で被災した宮城県渡り郡、渡り町を訪問し、海上保安庁、第二管区海上保安本部を訪れ視察した後、母ひさこが名誉総裁を務める、公益社団法人日本水難救済会の、地方組織宮城県水難救済会を訪れ、死没者への喧嘩を行うほか、 同会所属救難所員への見舞いの言葉をかけるなどの活動を行っている。また、8月には西部百貨店池袋本店で行われた第26回東京都障害者総合美術展に母と出席し、表彰を受け明らとと共に写真撮影に臨むなどの活動を行っている。2013年3月26日、早稲田大学国際教養学部を27歳で、 卒業した。区内庁の3月4日の発表では、震度についていろいろお考えになっておられる。とされていたが、3月15日の発表で、公益財団法人日本ユニセフ協会の上勤の食卓職員に決まったことが明らかにされ、4月から勤務する。2012年は、日本とスリランカが、両国の国交樹立60周年を迎える年に、あたり、 翌年2013年8月、マヒンダラージャパクサスリランカ大統領の招待により、スリランカを訪問した。また、ツグコ女王は、シランティラージャパクサ大統領夫人に温かく歓迎された。ありがとうございます。